お前、ひょっとして、サトシなのか？これは怖いな。こいつにするか。連日悪い用事に使ってばかりで悪いな。今日も頼むぜ。俺の足。
ないとなら武器は剣だろ。200のかっこいいやつ。錆びた肉厚のナタで挑むナイトは、多分古今東西俺一人だな。おや、ケイチ君かい。朝のサイクリングかいね。おはようございます。
丈夫か、サトコ。俺だ、ケイチだ。わかるか。聞こえるか。大丈夫か、サトコ。もう大丈夫だからな。必ず俺が、ニーニーが助けてやるからな。数えてるのか？なんで？バカ野郎！お前の家の風呂はいくつ数える決まりになってんだよ！バカ野郎！1万なんて数えられるバカがどこにいるんだよ！数えられるわけねえだろ！その前に湯だって死んじまうに決まってんだろ！どうしてこんなことに！
立てるか。俺が診療所までおぶって行ってやるから。ありがとうですわ。すぐ着くからしばらくの間だけ我慢してろ。ですの。パトカーがいっぱいいますですわよ。わからない。様子を見てくるからしばらくここにいろ。レディをバスタオル一枚でこんなとこに置いてくなんてなってませんわね。それだけ悪態がつけりゃ大丈夫だ。じゃあつまり最初に見つけたのは朝当番のあなただったと。それでどんな感じだったんです？事務室の所長席のソファーに座って居眠りをしているように見えました。で、机の上に水差しと空き瓶になった睡眠薬があったんで、あなたはすぐに睡眠薬で自殺したんだと考えたと。それで高熱と瞳孔の拡大に重度の意識障害も見られました。睡眠薬中毒の典型的な重症例だと思いましたので直ちに対応に入りました。警察も救急も呼ばずに？ここは病院で私は医師です。生命が危険な状態にあるなら直ちに治療して当然です。ああ、まあいいからいいから。それで？呼吸が不正常だったので人工呼吸を施しました。合わせて呼吸刺激薬を投与。効果が出なかったので人工呼吸器の準備をし。ああ、はいはい。それでつまりいろいろ頑張ったけど結局ダメだったと。そういうわけですよね。通報は死んでから直ちに。はい、救うことができずとても残念です。こちら本部、こちら本部。
小宮山さん、聞こえますか？どうぞ。もしもし、小宮山です。ああ、お疲れ様です。睡眠薬での自殺みたいですね。遺書の類はなし。普段から睡眠薬を常用していたとかは？あまり知りません。日頃疲れたとか死にたいとかそんなこと言ってました？入江先生は普段からああいう性格でしたから、とてもそんな風には。そちらに応援が向かいました。課長からそちらは応援に任せて大石社の捜索に戻るとのことです。了解しました。じゃあすいません、こっちに今応援が来てるそうですから現場はこのままにしておいてください。おい、行くぞ。何事なんですの？さとこか、脅かすなよ。驚いたのはこっちでしてよ。いきなり大声を出さないでくださいまし。具合はどうなんだ？もう大丈夫なのか？まだ頭が痛いですけど、いつまでもこんな格好で表にいられませんもの。それより、これは一体何事なんですの？今警察が話してるのを聞いてた限りじゃ。監督が自殺したらしい。え？ケイチさん、それ本当ですの？何かの聞き間違いじゃないんですの？確かにそう聞いたよ。入江先生が睡眠薬で自殺したって。
ですわ。あの監督が自殺なんて、そんなの絶対に。してお前なんか信じないって呪ったんだ。呪ったから本当に死んじゃって。圭一さんのせいではありませんわ。監督も大人ですの。自分の命を捨てるに値する都合があって悩んだ末に選んだんですもの。誰のせいでもありませんわ。いつまでもこのままでいたくありませんわ。服が欲しい。いいのかよ、診療所に行って見てもらった方が。服を着てから見てもらっても別に死にはしませんわ。リカの家に行きますわよ。私の服あるはずですから。どうしたんですの、圭一さん。監督はああ見えても大人ですのよ。圭一さんと喧嘩したくらいで自殺するような人ではありませんわ。自分を責めるのをおやしなさいませ。この数日おかしいんだ。何がですの。一昨日の渡流しのお祭り、お前は途中で帰ったから行かなかったんだよな。そして俺は祭りに行ってみんなと遊んだらしいですわね。あの時は取り乱して申し訳ありませんでしたわね。実は俺、祭りに行っていないって言ったら信じるか。
信じられるわけありませんわ。何を今さら。信じられないだろう。信じられないのは俺も同じなんだ。だって俺は祭りに行っていないのに、俺が祭りに現れてみんなと遊んだって言うんだ。こんなの信じられるわけないだろう。それ本気ですの？ああ、あの綿流しの夜からおかしいんだ。いつの間にか変な足音がペタペタとついてくるようになって。足音はペタペタ。そうなんだ。最初は気のせいだと思ってたけど、ずっとついてくるんだ。多分今もついてきてる。さとこの足音と混じってよく聞き分けられないけれど。綿流しの日、俺は祭りに行かず、あることをしていたんだ。ずっとだぞ。眠ったり、意識がなくなったりしたことはなかった。だから寝ぼけ気分でフラフラと、記憶になく祭りに出かけたなんてことはありえない。それはおかしいですわね。なら、どうやってお祭りで遊んだんですの？だから俺は祭りには行ってないんだよ。あ、ごめん。みんなが信じてくれないんで、つい。圭一さんがそう言うなら信じてあげますわ。それで？あの夜、高野さんに会ったんだ。それで、見下されたと思って、俺は心の中で念じたんだ。お前なんか死んじまえって。高野さんって、とことなくそういう雰囲気がございますものね。その気持ち、わからなくもありませんでしたよ。高野さんが死んだの、知ってるか？昨日の話だ。どこかで焼け死んだらしい。それ本当ですの？死んだんですの？俺が死ねと願うと、次の日には死んでるんだ。それから警察の大石ってやつも知ってるか？あのムカつく太った刑事みたいなやつ。さっき警察が話してるのを聞いたんだが、どうもあいつ行方不明になってるらしい。実は昨日あいつにも死んじまえって念じてたんだ。それ本当の話ですの？嘘じゃない。俺だって信じたくないけど本当の話なんだ。高野さんも監督も大石も俺が死ねと念じたら本当に死んでしまったんだ。それは怖い話ですわね。圭一さんにせめて嫌われないように気をつけませんと。それだけじゃない。もっとおかしいこともあるんだ。それはお前の、おじなんだ。おじ様の話はやめてくださいましな。昨日、いたんだろ？お前の家に。あの人の話はやめてくださいます。嫌なんですの。ありえないんだ。あいつが、いるわけがないんだ。やめてって。
って言ってますのよ。いや、いや、あの男が綿流しの夜以降いるわけがないんだ。だって、だって、いや、あの男のことはもう嫌なんですの。俺が殺したんだ、この手で。俺が綿流しの祭りの夜にお前の叔父を殺したんだ。だからお前の家に帰ってくるなんてことはありえないんだ。だから俺はあの男を確かに殺したという証拠を確かめるために埋めた死体を昨日掘り返したんだ。だがそこには死体はなかった。こんなことがあり得ると思うか。確かに殺したのに死体がないんだ。そして何事もなかったかのように帰宅してお前の前にこんなことがあっていいはずないだろう。お前も俺のこと頭が変になったって思ってるんだろうな。無理もないさ。俺だって信じられない。ケイチさんはきっと空前呪った人が死んでしまったんで混乱してるだけに違いありませんわ。監督の自殺にショックを受けて気が動転してるだけなんですのよ。今日はもう学校休んでお家で休んだ方がよろしいと思いますわ。私はもう平気ですから、どうかご自分の体を大事になさいまし。さとこ、ちゃんと診療所まで見送ったら俺も帰る。さとこだってまだ足元がフラフラじゃないか。途中で倒れたら大変だぞ。私はもう本当に大丈夫なんですのよ。男の人にいつまでもこんな姿を晒していたくないんですのよ。Thank you.
俺じゃない。落ち着け、サトコ。これは違うぞ。俺じゃないんだ。
サトコ、落ち着いてくれ。頼むから、冷静になってくれ。サト…サトコ、違うんだ、違うんだ。鷹野さんを殺して殺して、おいさんも殺したんでございましょう。おじさまを殺そうとして、リカまで、リカまで人殺し。違う、俺じゃない、俺は殺してなんかいない。何を言ってるんですの。あなたさっき自分で言ったじゃありませんの。死ねって、死んでしまえって、それでみんな死んでしまったんでしょ。俺はその死ねって思っただけで、別に自分で何をして書き憶に残っていないんでございましょう。そんな人の話なんか信用できるわけありませんわ。人を殺した時の記憶が欠落してるだけなんじゃありませんの。いや、記憶がないふりをしてるだけなんじゃありませんの。太一、そのナタは何なんですのよ。説明してごらんなさいな。これは、ほらほらほら、圭一さんは殺人鬼じゃありませんの。どうしてですの。ちょっと意地悪だったけど、楽しくて優しい、一度は本当のニーニーかもしれないとまで思ったのに、どうしてそんな風になってしまったんですの。なってしまったんですの。どうして、どうして。ニーニーがいなくなってずっと寂しかったけど、テイチさんが転校してきてくれて、またみんな明るくなって楽しくなって、毎日が勝てたのに。どうしてこんなことに。
丈夫か、サトコ。近寄らないで。ドゴロシ。どうしてこうなってしまったんですの、ケンチさんのこと。サトコ、俺にもなんでこうなったかわからないんだ。でもこれだけは言える、リカちゃんを殺したのは俺じゃないんだ。それだけは絶対に。いい加減なこと言わないでほしいですわ。自分の記憶にも自信が持てない人が何を言ったってどう信じればいいって言うんですの。捨てたぞ。これで話を聞いてくれるな。武器を捨てたくらいで気を許すと思いまして。ケイチさんほどの方なら私を捨てて死ぬ殺すなんて簡単でしょうね。じゃあどうしたらいい。両手を頭の上で組んだらいいか。そうですよね、両手を頭の上で組んで後ろを向いてくださいます。悪くないのはなんとなくうすうす分かっていましたわ。え、多分あなたは何か悪いものに乗り移られただけなんですの。さっきまでは圭一さんが殺人鬼なんだと思ってたけど、私分かりましたの。あなたの目を見ていたら。人殺しなんかするわけがない。
圭一さんの体を何か悪いものが乗っ取って悪事に駆り立てただけ。思えばひょっとするとあの人たちも圭一さんと同じものに乗り移られていたのかもしれない。あの時は殺されるとしか思わなかったから、そこまでは考えが及ばなかったけど、今ならわかる。あれは乗り移った何か悪いものの仕業だった。佐渡子、何の話だ。西宮殿の屋根によじ登ったことがありますの。何年も前のことですわ。
わかってるんですの。私にはこれはお社様のたたりだって。あの時細部での怪我して親友を見捨てた私への天罰だって。お社様のたたり。父も母も濁流に消えた。意地悪だっておばも死んだけど、誰よりも私を可愛がってくれた。いいね。私を捨てて家出してしまった。そして圭一さんが転校してきて、やっと楽しい毎日が戻ってきたと思ったのに、今度は圭一さんが取り憑かれて、かも殺されて。聞いたの私。社様は本当にたたりをなすときは本人をすぐに殺さないんだって。親しい人を普通に殺して、みんな殺してから最後に殺すんだって。だから圭一さんもたたりになられて。きっと今度はレナさんやミオンさんがたたられてしまうんですわ。そして殺したり殺されたり。もういいや。いや、落ち着けよ佐渡子。たたりなんかない。誰もお前をいじめたりなんかしないって。には負けないんですのよ。たたりなんかに負けてたまるもんですか。お前になんか絶対に負けない。みんなを奪ったお前に絶対に負けたりなんかしない。サトコ、これだけは聞いてくれ。したことは確かに褒められるものじゃない。いや、いけないことだったかもしれない。だけどお前に幸せになってほしくてしたことだったんだ。それだけは信じてくれ。褒められたくてやったわけじゃなかった。お前に幸せになってさえもらえればよかった。俺たちはダメなんだ。お前が笑っていないとダメなんだ。だから俺が消えたら
笑ってくれ。俺が死ぬことで新しい生活を迎えたなら、きっと笑ってくれ。それだけ約束してくれないか。喋るな、ケイツさんの口調で喋るな。もちろん